どうも、ノースビレッジの北里洋平と申します。今僕は羽田空港国際ターミナルにいます。というのもですね、ノースビレッジから2021年1月にガクトさん新刊ガクト超思考術もう今入港に向けて作っているんですけれども、そんなさなか事件です。ガクさんが日本にいらっしゃる時にですね、入港に向けて打ち合わせをさせてくださいとお願いをしたんですけれども、そしたらガクトさんからいいよと、打ち合わせマルタ島でねって言われまして、マルタ島どこですか。でどうやらヨーロッパらしい。急遽チケットを取ってですね、これから向かいたいと思います。空港はですね、あんまり人がいなくて、こんないないのあんま見たことないんですけど、新刊制作に向けて無事たどり着けることを願っています。これは仕事であり決して遊びではありません。仕事のために行きます。仕事です。今持ってきましたか。もちろん抜かりはないです。パソコンは持ち込みますか。持ち込みません。水中メガネも持ってきました行ってきます、はい。